to hold me like you do. はい、どうもいつもね、動画ご視聴いただき本当にありがとうございます。おっちゃんのね、ゆるい動画の時間です。それでおっちゃんの動画はね、日々このガレージで、楽しんでる動画、ゆるい動画です。もう毎日の動画なんでね、それをアップしてます。それで今日もね、ジムニーちゃん、ジムニートレーラーを作るというね、シリーズなんですけどね、こちらをやっていこうと思ってます。それでね、今日何をするかといったらね、今日はね、とりあえずね、バイクを積むっていうのが一番初めの目的だったんですよ。それでね、今日はね、ちょっとモンキーちゃん積めるぐらいまでね、ちょっといろいろごぞ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 やっていこうと思ってまーす。というわけでね、今日のおっちゃんのガレージライフはジムニートレーラー、バージョン16ぐらいですかね、頑張りますので、もしよかったら最後までお付き合いください。では今日も一日楽しみまーす。おーす。はい、それでね、バイク乗せるのはこれ。以前ね、私がタントにモンキーを乗っける時に、作った前のタイヤを固定する台なんですけど、これをね、タントから昨晩外してきました。それでね、これをね、こちらに乗っけていこうと思ってます。はい、こんな感じで、もう適当に乗せて、固定していきます。
違うやつ最悪違う持ってきました。はい、今度は着色持ってきました。よし、穴開けます。このねストッパーいいですよ。これでバーッといってもここで止まるんでね、行き過ぎがないんでね、これはちょっとおすすめです。はい、装着します。よし、はい、それでね、次はねこのねバイクを乗せた時にかけれるフック、これをね、ここに取り付けます。これが合ってるかどうかはおっちゃん分かりません。とりあえず行きます。はい、一応ねバイクのスタンド自作のを取り付けて、フックも取り付けました。これでね、バイク乗っけれると思うんでね、ちょっとモンキーをね、店の方に置いてるのでね、今からねそっち向いていきます。乗せてみます。おーす。はい、店の方に到着しました。今からねこのラダー使ってね、モンキーちゃんこちら、このモンキーちゃんをね、乗っけていきたいと思います。はい、完成しました。ちょっと走ってみます。
はい、帰ってまいりました。それでね、初めのね、私がこの、 トレーラー買った目的の一つとしてね、バイクを乗っけたかったんですよ。それでね、一応バイクが乗っけれるようなスタイルできました。それでね、これからはね、この今仮でね、コンパネとか当ててるんですけどね、これをまた鉄に変えたりとか、あとアングル組んだりとか、ロールゲージ作ったりとかね、またいろいろね、これからもね、やっていきたいと思います。てなわけでね、今日はね、とりあえず第1弾はね、完成ということでね、これからまたね、第2弾に向かってね、進んでいきますのでね、またチャンネル登録して、また応援していただいたらめちゃくちゃ嬉しいです。それとね、もしよかったらいいね、グッドボタンもよろしくお願いします。てなわけでね、皆さん良い一日をお過ごしください。今日はこれまで、さようなら。おー。